皆さんこんばんは。仮面女子の百瀬ひとみです。仮面女子候補生ウエストの星宮リリです。さあ今週も始まりましたパチタン TV with 仮面女子。今回はアミューズ南住吉店に来ております。ということで今回はねモーミンとホッシーの2人が実践をしますが、はい、モーミン大丈夫ですか今週こそ。はい、はい、前回の私とは違うパワーアップしてきましたセリフ言わされてますモーミンなんか自分の発言です。あ、自分の発言、はい、なんかセリフっぽいですよね、はい、いつも大丈夫ですか。なんででしょうかね、はい、なんででしょうかまあモーミン本当にね今回やってもらわないとさすがに今までひどすぎますから実践、はい逆にもホッシーがもう毎回すごい。そうなんですよ ね文化いいんですよ私。いや本当ね仮面女子メンバーの中で一番強いと僕は先生は思ってますよやったー嬉しい。なんで今日はね、はい、あの仮面女子メンバーで一番強い、はい、ホッシーと一番弱いモーミンの戦いということでこれ逆に注目ですね。どんな結果になるのか、ねはいはい、まあ、モーミンじゃ あの今週は頑張るっていう一言じゃ言ってください。そうですね皆さん今週は逆になります。セリフ言わされてますやっぱり。今回3人が訪れているのはアミューズ南住吉店。大阪方面からは阿倍の筋を南へ進み仙台交差点を左折、堺方面からは阿倍の筋を北へ進み仙台交差点を右折すればすぐのお店。パチンコは400台、パチスロは112台を取り揃えているぞ。今回は開示がテーマなので私もそれっぽい雰囲気でお送りさせていただきます。さあそれでは行きましょう、実践スタート。頑張って。さあということでね本日打つ台がこちら CR 段級目視録開示沼3ということで、この台ねビーチが全部クルーンのビーチになってまして、まあ、クルーンで大当たり7に入れば大当たりという結構ね好きな人にはたまらない台だと思います。ぜひねその楽しさを2人にも体験してもらいたいと思いますが、これが出れば熱いというのを皆さん今から教えますよ。はい、まず開示一服予告。開示がね、はい、タバコをスパッと吸う予告があります。これが出ると大チャンス。そして典型ゾーン、あとイチゴ柄、そしてキレパンダというキャラクターがいますけど、イチゴ柄かキレパンダ、これが出ればね非常にチャンスになります。この4つを覚えてください。はい、一服予告、典型ゾーン、キレパンダ、イチゴ柄。イチゴ柄ですよ。イチゴ柄がいい、かわいい。かわいいでしょ。はい、ちなみにちなみにイチゴ柄の下着なんか持ってたりするんですか。星持ってますよ私。あ、持ってる、はい、意外だ。持ってるんですよイチゴ柄。意外な答えが返ってきたじゃあそのイチゴ柄が出るように、はいね、頑張ってください。頑張ります。モモミンはどうですかイチゴ柄。持ってないです。持ってないですか。はい、そうでしょうね。メルヘンなあれじゃないので、はい、なんかそんな感じがしました。モモミンは持っていない、持っていないのだ。この沼っていうのが原作で出てくるパチンコ台のことなんですね。へ、沼っていう台があってそれをカイジが攻略するっていう。とにかくリーチが本当にねクルーンのリーチばっかりなんで、くるんでね当たり穴に入るかどうかドキドキ楽しめます。さらに実写リーチもあります。その実写リーチが出れば非常に熱いです。さあこうやってねリーチ中にチャンスアップがどんどん増えていく可能性があります。くるん色今緑、これ緑あるよりねもちろん赤の方がチャンスですね。で今2つ玉がありますけどこれも多いほどチャンスで、傾斜もねあった方が良かったり、こうやってチャンスパターンによってあの信頼度も変わってきます。モモミンちょっと今日こそ頑張ろうね。はい、モモミンクオリティは発動してる場合じゃないからね。頑張りますよ今日は。知ってますか星、モモミンクオリティ。何ですか。熱いリーチをことごとく外すことをモモミンクオリティと呼んでおります今すごいですね、はい、とここでヤマキン先生あることを思い出す。あ、すいません星忘れてました。星申し訳ない、はい、完全に忘れてました。星が出る回はやっぱ星チェックがいるんじゃないかって言われてるんですよどういうことですか。まあ、今日のお胸はどんな感じかっていう星チェックがねやっぱあのいつもアピールしてくるんで。アピールしてないですよ。してますよ完全に。してないですよ。星チェック。元からですよ、ね、忘れてました星チェックすいません。今日はどんな感じ、横からの方がいいですかね。わあ、
星チェック、こんな感じでございますね今日はね。こんな感じです、はい、今日は星チェック一応しておきますね。圧倒的ボリュームを確認したところで、モモミンの台の保留に注目。あ、星、星じゃん、モモミン赤保留、チャンスチャンス、よし、これはいいよ、期待できるよ。いけ、赤保留の変化は期待度が格段に上がる。さあ連続ですね、これは3連までいくんじゃないでしょうか。あ、さあ連続も3連までいきました。おモーミン、これマジでチャンスだから、これは来る、うん、ああいいですよ、ストーリーに、はい、このオーラがね、赤い方がさらにチャンスですけど、究極のモンスターマシン、人食い沼という悪魔を攻略すべく、今弾が弾き出された。そびえ立つ釘の森、ここで釘の色が赤になり、チャンスアップ。これは大丈夫でしょう、はい、あ、来た。ここから待ち構えるのは、すべての挑戦者を欺き、その者の夢を、希望を、すべてを飲み込んできた沼の最大の難関、その名もクルーン。さあこの赤い縁の穴に入れば大当たりですからね。これは山金先生が言っていた実写沼リーチ、大チャンス。さあドキドキの瞬間です。モモミンが当たりを引くか。究極の人食いモンスター沼、さあドキドキの瞬間です。モモミンが当たりを引くか。その攻略を目指すのは不思議少女モモミン。あ、やった、モモミン当たった、モモミン、イエイ、幸先がいい、マジで珍しい、 あのモモミンが先に大当たりを引きましたよ、はいはいはい、言ったじゃないですか、この前とは違うって。言わされてますセリフ、ええ自分の発言ですか。はい、モモミンが当たりゲット、やった、最弱のモモミンがいきなり沼攻略。さあ大当たりしたよね、右打ちです、右打ち、ただ各辺のね 51.5% はこれに入ってるかどうか。通常大当たりのうち 51.5% が各辺に突入する。でへそからの当たりの場合は16ラウンドの場合はもう必ず各辺で、4ラウンドの場合は通常か各辺、どっちかになりますね。さあボタン、お、来た、モモミン各辺ゲットです。何ゲットですか。各辺ゲットです。あ、ほらもうすごいことになってますよ。さあ 51.5% の各辺ゲットしました。さあ16ラウンドのあたりですね、絶好調です。やった、モモミンが先に当たりいきましたよ。そうですよ、ね、でもいつも後半当ててそこからグイッと伸びるタイプやもんね。そうなんですよ、あとあと伸びるタイプだ、あとあと伸びるタイプやからね。沼ラッシュですね。で沼ラッシュ中の大当たりは16ラウンドになります。 51.5% の各辺を引くか残りのね通常を引くかですが、各辺中の大当たり右打ちはね全部16ラウンドになりますからね。で右打ちも各辺中も、51.5% で大当たりの 51.5% でまた核変となります。通常当たりはねいつまで終わりません、はい、で通常当たった場合でも16ラウンドの当たり、固く閉ざされていた悪魔の口が解放。あーモミン来た、来た、さあもういきなり当たります、はい、2連チャン目、やったー、当たれました。ラッシュ中は楽曲を選ぶことができる。さあでね、こうやってブルーハーツの曲も聴けますよ、はいはいはい、ブルーハーツ知ってますか、モモミ。知ってますよ、この歌も。人食いモンスターは一変、この先に待つのは圧倒的行幸、圧倒的至福。
門に当たりそう、当たりそう。あ、赤くるん、門に赤くるんで穴が2つ。これも大チャンスパターンですよ。あ、ダメ。あ、さあこの手前のね、白い縁の穴に入れば当たりです。炎のエフェクト、赤いクルーン、穴は2個、近づく3連チャン。あー、素晴らしい、3連チャンめゲット。あら、これは達成した者に与えられる至福の時間。ももみやったー。どうしたの今日ちょっと。どうしたんですかね、今までのやつが一気に行きましたね。お薬飲んだんじゃないのもしかして。飲んでません。さあそしてモモインがね、またまた時短、はい、さあ各位にいるかどうかですけど、大丈夫じゃないでしょうか。いけ。もちろん各位の場合はこの時短100回転を超えてもね、時短が続きます、はい、さあモモインがね、100回転の時短を消化しましたけど、ここでスーパー沼ラッシュに入れば、はい、もちろん各位ボタン連打連打。さあスーパーのマラッシュゲットできれば確変です。あら、できない、ダメ、落ちた。沼を制したモモミンは3連チャンで終了。ダメか。さあということで、確変ではなかった先ほどの当たりをね、通常だったということで連チャン、ここで終了ですね。左打ちに戻してください。この後は恒例のバトルスタート。今回も勝つのはウエストなのか、それとも。さあそれではモモミンのね、今連チャンが終了したところで、ここからバトルいきたいと思います。イエーイ。さあここからが勝負です。お、ね、ここから大当たり回数バトルとなります。はい、もう単純に大当たり回数、ここからの時間多い票が今日の勝者となりますので頑張ってください。はい、さあいつもねこうやって仮面女子メンバー打ってるのを僕がね、いろいろと教えておりますが、この2人は果たして先生の言うことをちゃんと聞いてるのかどうか、聞いてるのかどうか、抜き打ち試験を行いたいと思います。さあ今日打ってますカイジ沼、大当たり確率を言ってみてください。これ先生教えましたよ。15。なんやねん15って。いちご。いちごのパンツ持ってるしな。はい、いちご。ももみ、はい、抜き打ち試験です。はい、はい、このカイジ沼の確変突入率は何パーセントでしょう。さあこれ先生言いましたよ。 51%。 おー、ももみ、ももみ、え、まさかのももみ近い、51.5% ですけど、まあほぼ正解、素晴らしい、いいいいいい、いいですよ、はいはい、もう今日はモモミン応援します。やったー、本当にもうホッシーがもうむちゃくちゃでした。何でしょうか15って。さあこれ連続役、これ連続役2回目ですね今。あ、もういきなり赤のエフェクトが。モモミンは攻略できた、果たしてホッシーはなったかな。あ、あ、典型像いきました。ホッシー、これはおーすごい赤色や、はい、これであとイチゴからとかね、キレパンダが出てくればさらにチャンスで、今日一服予告もまだ出てないんでね、それも出してほしいところですが、沼は第二の挑戦者を招き入れた。さあ沼、いやもう応援しないこと、応援してください、早く応援しないこと決めましたね、頑張れって言ってください。ホッシーちょっと、いやでもこれはちょっと当たるよ、でもホッシー典型ゾーン経由してますからね。典型、それは天の導き、神のお告げ。あー、当たった、すごい、あっさりと当たりをゲット。見てー、ボタンも飛び出しております。ホッシーがバトルになると強いんです。天が選びし者に与える至福、そして優越感。でももしかしたらあれかもしれません、大当たり確率15分の1ぐらいで思ってるから当たるかもしれませんね。そうですよ、本当に。やったー。さあ沼ボーナスね、まだ確変かどうかは分かりませんね。さあそしてホッシーが確変に行けるかどうか、
あ、喜んだのもつかの間、沼はその本来の爆発力を見せてはくれず。さあということで、星は4ラウンドのあたり、さあ格言ではございません。星、残念ながら4ラウンド通常時短なし、終了です。応援してくれないからですよ。あ、モーミン天剣蔵来ました。大チャンス、天のお告げはモーモミンにも。さあ来ましたよ、ここからさらに。あ、一服来るかな、一服来るかな、来ました。モーモミン開示一服予告も絡みました。抑えることのできない期待感、沼が見せてくれる未来への欲望。さあボタン飛び出してますよ、ボタンが。あー、オーラ赤、激アツに激アツが絡んだ展開。モーミン、これは当てようね。はい、ただね、心配なのはね、打ってるのがモモミンということだけです。これここまでの演出はもうほぼ完璧です。行き着いたのは最終決戦、沼リーチ。ああもうすごい、連打連打いけ、緑赤に、赤までいかないか。珍しい、自分で言っちゃっております。確かに珍しい。あ、飛び出てる。あ、モモミン、しかもこれ格言ですよ。16ラウンド、すごい、やった。何があったんでしょうか。モモミンがついに覚醒しました。さあもうモモミンが今ね格言中なんで、必ず次のあたりは、あ、勝ちましたよ、3。さあ、リーチきます。さあ、当たりゲット。やったー、ね、不思議ですね。さあ、ただ不思議ですね。はい、自分のことですか。不思議少女は今何が起こっているのか、どのくらいすごい展開なのか、おそらく分かっていない。さあ、モモミン、運命の時ですよ、はい、この後ね、逆回転終わってスーパーヌマラッシュに突入するかどうか。ボタン、どうだ。あ、終了です。ということで、先ほどのあたりは通常あたりだったということですね。モモミン、ここは2連チャンで終了してしまうのだが。さあ、ということで、ただいまね、星が大当たり1回で、モモミンが2回ということで、はい、非常に僅差となっております。あれあれ、あら、え、モモミン当たった、クルーン2回目当たったよ。あれ、モモミン当たった、当たったね。え、なんかそんなに期待できる演出じゃなかったんですが、あっさり当たりました。やった、当たりました。やっぱ不思議な声で、この子は、不思議な子には不思議なことが起こる。さあ、格言に入るかどうか。これでも赤いのある、ここ次チャンスですよ、次チャンスですよ、これ。あ、当たった、さあ格言突入、やった、沼ラッシュ、あ、学園というか沼ラッシュに突入ですね。やった、
やっぱり今日のモモミは一味違います。ね、別人ですね。別人だね。さあ、モモミが各園突入しました。はい、スーパーヌマラッシュ長押し。さあ、スーパーヌマラッシュにいけるか。あー、どう失敗。 あ、スーパーヌマラッシュ。さあ、スーパーヌマラッシュ学園でした。さあ、モモミンまだ学園にいます。そしてこの後、不思議少女モモミンから本日最強の衝撃的な一言が。さあ、3連チャン目ゲットです。当たりました。いやいや、もう結構前に当たってます。あー、やったー。もう結構前に。モモミン大丈夫ですか。仮面女子最強と謳われたホッシーはその後沼を攻略することはなく、バトル終了。結果発表。イエーイ。さあ、ということでバトル終わりまして、結果の方を発表していきましょう。まずはね、モモミンから大当たり回数発表してください。9回。そしてホッシーが1回。ということで、この勝負モモミンの圧勝でございます。どうしたモモミン。いや、ついに私の本来の姿を見せる時が来たみたいですね。これが本来の姿だったんですか。はい、そうなんです。今まで隠してましたが、もう覚醒しましたね、はい、本当に本来の姿見せるまで結構時間かかりましたけど。そうだったね。でももう完全に今日は大当たり連発しちゃって、はい、圧勝ですよ。よかった。一方、これまで絶好調だったホッシーがボロ負けでございます。そうなんですよ。モモミンに負けるっていうことはもう横綱がね、ちびっこ相撲に負けたみたいなもんですよ、これ本当に。どういうことですか。もう恥を感じてください、本当。いや、でもモモミンちゃん大好きなんで、やっぱね、肩もらおうと思って。出た出ました。これ気をつけてください。ホッシーの東京メンバー好き問題。すぐ好きって言っちゃうんですよね、みんな。大好きなんで、モモミンちゃん信用ならんな。ということで、今回はモモミンがついに覚醒したということで、この調子でこの番組また出た時はぜひね、大当たり連敗させていただきたい。もう大丈夫よってことやんね、覚醒したからね。大丈夫です。じゃあ、あの次の意気込みをモモミン聞いておきましょう。次の意気込み、はい、次はもっとすごいものを見せます。はい、ということでモモミンっぽくね、意気込み言っていただきまして、はい、どうもどうも、はい、ありがとうございました。はい、さあ、もうモモミンがね、ついに本来の自分を、はい、ね、今日は見せれたということで、はい、これやっぱみんなに知ってもらった方がいいんじゃない、うん、本来の自分になったことを。ツイッターかなんかで、ね、これいいかも、ツイッターに。なんかいちいち動作がおかしいんだけど。ということで、モモミンが今回は大勝利でございました。また来週お会いしましょう。おやすみなさい。バイバイ。